エゴール・アンファナシエビチ・ボリソフは、ロシアの政治家。ロシア連邦左派共和国、第5代首相を経て、2010年から2018年まで、第3代左派共和国首長を務めた。ヤクルト自治共和国、チュラプチンスク地区チュラプチャ村出身。1971年から1974年まで、整備し、修理工として、チュラプチンスク地区の農場に勤務する。 1979年のボシビルスク農業大学を卒業し、機械技師の資格を取る。1991年にヤクート自治、共和国農業時間を経て、1998年、サハ共和国農省。2000年ヤクート農業研究所所長に任命される。2002年サハ共和国首相に任命される。同時に、ビャチェスラフ・シュティロフ大統領の選挙対策責任者を務めた。 2010年5月31日、第三代左派共和国大統領に就任。2014年4月24日より役職名が大統領から首長へと変更された。2018年5月28日に首長を退任。税、税、312010、税、RU、税、リバース、8972003。7 w o r l d s t a t e s m e n. o r g アドミニストレイティブディビジアンスオブザロシアンフェデレーションサッハ w o r l d s t a t e s m e n. o r g 2017年3月30日閲覧ありがとうございます